皆さんハレルヤ。愛するイエス様に礼拝を捧げましょう。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。私たちが保育園にいる時も学校にいる時もいつも私たちを守ってくださり、共にいてくださって感謝します。イエス様、私たちはどんな時があっても、どんな状況においても、ただイエス様だけを賛美し礼拝する子供たちになりますように、イエス様導いてください。この時間もイエス様だけを褒めたたえます。最後まで共にいてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん立ち上がりましょう。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日御姿に求めて行きたい。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日の愛が溢れる、祝福が流れる、主の恵みが溢れる、私たちに溢れる。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日御姿に求めて行きたい。主の御姿に見て行こう。主の御姿に見て行こう。毎日毎日御姿に求めて行きたい。イエスの愛が祝福が流れる、主の恵みが溢れる、私たちに溢れる。どんな時でも私は賛美を決してやめることはない。それはあなたが私を愛してること知ってるから、どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。今もあなたが一番必要、全てを満たしてくれる。
聞く時間です。準備はできてますか？ハレルヤで先生を迎えます。せーの、ハレルヤ。皆さん、ハレルヤ。一週間元気に過ごせましたか？会えて嬉しいです。じゃあ今日も元気に大きな声で一緒に御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書8章8節、マタイの福音書8章8節の御言葉です。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。アーメン。皆さん、鮭っていう魚がいるでしょ？鮭、食べると美味しいよね。鮭の卵は何か知ってる？正解はイクラ。イクラも美味しいよね。鮭という魚はね、海で暮らしているけど、卵を産むときには海じゃなくて川で産むんだ。知ってたかな？だから見て、こうして海から川へ登っていくんだ。流れに逆らっていかないと登っていけない。だからこれは鮭にとってとっても大変なこと。でも赤ちゃんを産むためにはどうしても川に行かなくちゃいけない。もし途中でやめちゃったら卵を産んでもちゃんと大きくならない。だからこうしてお母さんの鮭は命がけで川を登っていくの。岩に体が当たってボロボロになっても前を見つめて泳ぐんだ。すごいね。
でもね、私たちの信仰の姿も実はこの鮭のようでなければならないのです。今日の御言葉では、百人隊長のしもべが病気になってしまい、イエス様に助けを求めに行くお話でした。イエス様なら病気を癒してくださると信じて、百人隊長はイエス様のところに行ったんだ。イエス様に会えて病気のしもべの話をし、イエス様が癒しに行こうとしたとき、百人隊長はこう言いました。ただ御言葉だけをくださいって。百人隊長はわざわざイエス様に来てもらわなくても、イエス様の言葉には権威がある、つまり力があるはずだ、だから言葉だけくださいって言ったんです。するとイエス様は驚きました。素晴らしい信仰だと褒めたのです。イエス様の言葉にはそれだけで十分力があり、奇跡を起こしてくださると信じきっていた百人隊長の信仰が素晴らしかったのです。それでイエス様は、これほどまでの信仰をイスラエルで見たことがないとおっしゃったのです。家に帰ると百人隊長の病気のしもべはすっかり癒されていました。イエス様の言葉にはこのように権威が与えられているのです。今日は百人隊長の信仰のお話でした。百人隊長は何を信じていたんだっけ？イエス様、そうだよね、イエス様のこと信じてたんだよね。それから、それだけじゃないよね。そう、イエス様のことを信じていたから、イエス様の言葉を信じたんだよね。イエス様の言葉には力がある、絶対にその通りになる、そういうふうにイエス様の言葉を信じきっていたんだよね。イエス様が病気を治すと言ったら必ず治すことができる、イエス様が死んだ人を生き返らせることができると言ったら本当に死んだ人は生き返ることはできる、イエス様ができるっておっしゃったことは全部できる、そうなんです。これが信仰なんです。イエス様の言葉を信じきること、これが信仰なんです。イエス様の言葉には、難しい言葉で言うとね、これ権威があるっていうの。権威っていうのは力のことね。簡単に言うと力のこと。言葉に権威がある、イエス様の言葉に力があるっていうことなんだ。これね、とっても大切なこと。だってみんなも御言葉を聞いて聖書を読むでしょ。聖書の言葉は真実なんです。力があるんです。神様の言葉だから権威、力があるんですよ。皆さん、さっきさ、川をぐーって登っていく魚なんだっけ、そう、鮭の写真を見たでしょ。川はさ、川から流れてこう海に流れていくんだよね。でも逆にね、海から川の方に登っていく、それが鮭なの。川が流れているのを逆にこうやっていくから、そりゃもうすっごく大変だよ。こうやって一生懸命泳いだって、私たちだって疲れちゃうでしょ。でも鮭をわざわざそれやるの、それは卵を産むためなんだよね。前だけを見つめて一生懸命鮭はね、川を登っていくの。これがね、私たちの信仰の姿にならなくちゃいけないんだ。イエス様を見て、イエス様の言葉だけを見つめて、うわー大変だーって水が流れてきたとしてもね、私たち一生懸命登っていくの。大変なことがたくさんやってきた、そういう時もね、私たちは権威、力ある言葉、
御言葉を握って前に進むことができるんだ。分かったかな？誰のように進むんだっけ？そうそう、今日覚えたよね。百人隊長のように、百人隊長の信仰のように、神様の御言葉、これはきっとその通りになるんだ、こういう信仰を持って前に進んでいく幼稚部の皆さんになることをイエス様のお名前でお願いいたします。じゃあ今日の御言葉を思い出しながら一緒に祈りましょう。準備はいいですか？祈ります。神様、感謝します。今日百人隊長の信仰について学びました。神様、そうです、イエス様を信じている私たちはイエス様の言葉、これを信じます。イエス様の言葉には力があることを信じます。私たちができないよ、無理かなって思うことも、イエス様ができると言ったら必ずできるんです。これを信じます。鮭が川を登っていくように、この御言葉をつかんでイエス様だけを見つめて信仰の道を歩むことができるように、そのような私たちにしてください。感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは感謝の心でイエス様に捧げ物を捧げていきましょう。死を恐れることは知識の始め、箴言一章七節。イエス様、いつも感謝します。今日現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私は全てわからなくても、見えなくても、全てを主がしているから、主だけを見上げます。私を導く主、主の道を歩みます。それでは捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、今日も子供たちが心を込め信仰を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たちの信仰を、その心、そして未来を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを持って礼拝を終わりにします。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。